警察署の中が大変なことになっておるんですよ。なんかね、聞き覚えのある声が聞こえると思うんですよ。とりあえず下覗く。いった！引っかかってますね、残念ながら。どうやら扉のサイズに合わない。いやー！はい、こんばんは、キャサリンでございます。ですね、ちょっと皆さん、警察署の中が大変なことになっておるんですよ。いや、もうね、今見てきたんですけどね、カオスでした。で、びっくりしてね、ここまで逃げてきたんですけど、ちょっと一緒にご覧ください。なんかね、聞き覚えのある声が聞こえると思うんですよ。ほら、この鉄パイプを引きずる音。しかもね、声が複数から聞こえてくるんですよ。じゃあ、ちょっとね、外を見に行きましょうか。なんか、複数引きずる音が聞こえるんですが、もう嫌な予感しかしませんね。あー、マジか、これ。ここにはいない。上か？いや、殺さないでください。ちょっと待って、これどこだ？上にいますね。下か。ちょっと待って、ゆっくり行った方がいい気がする。とりあえず下覗く。いった！引っかかってますね、残念ながら。どうやら扉のサイズに合わない。いやー！ちょっと待って、これ届くんじゃねえか。ちょ、一応正面に立ちましょう。ああ、おお、バカ野郎。なんとね、ウィリアムがね、今大量発生してるんですよ、署内で。なんですかね、暴れてる。恐ろしか、これ。まあ、簡単に説明しますとですね、ウィリアムを追加するモッドというものが、存在しておりまして、導入してみたんですけど、全然うまくいかんかったんですよ、何回やっても。だから、あ、これちょっと今バージョンとかの関係でダメなのかなって思って諦めてたんですけど、ちょっとね、何かの拍子ですかね。まあね、化学反応が起きたって言えばいいんですかね。そのおかげでね、大量に現在発生しております。まあ、あいつは引っかかってるから、まあいいとして。てか、あそこだと目の前に立つとね、捕まっちゃうから、ちょっと別の方行きましょう。いるね、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 いるね。やっぱ複数いますね。おりますよ、複数。倒せんのかな？倒せんのかな？ね、通常だとさ、あれじゃないですか。いる？下いるかな？通常だと下に落ちていくじゃないですか。それで終わるんだけど、実際ね、だから倒せるのかどうかっていうのも試してみたいですね。ここいるな。おった、おった、おった、おった。あぶね。あぶね、これ。ちょっと待って、どっか広いところ行きたいな。広いところにいないかな。てか、全部で何体いるのか分かんないんですよね。あ、ここにもいいんじゃない？いたか、これおそらくゾンビがウィリアムに変化してるんだと思うんですよ。あ、来た来た来た。一応ね、攻撃ができます。で、耐久率がね、あ、ゾンビもいるわ。一部のゾンビが入れ替わってるって感じですかね。よし、いい戦闘場所ができたわ。じゃ、実際倒してみましょうか。丁寧にね、狙っていかんと。まあ、あの時に比べたらね、危ない危ない危ない。ゾンビもいるからね、ゾンビも。あい、痛い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 
いわバカ。離せボケ。ゾンビには効いてない。危ない危ない危ない。噛まれる噛まれる。ちょ待て。お前はお呼びじゃないんだ。おおおお、やばい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 。あちゃあちゃあちゃあ。サブマシンガン。
おーおーしゃ、いけるいけるいける、倒せるぞこいつ、倒せるぞ多分、多分だけど、ピスピスピス、あー捕まれた、もうナイフもなくないっけ、あまだあった、3つ目ちょっとでもこれ以上ちょっとないんで、捕まれたら終わりですね。ほら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 、確実にダメージはあいつは受けている。くなくなく、あぶ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 、焼けてくれ、 G のバーベキューだ、あ効かねえかこれも、この野郎バケモンやな、あぶ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 、倒した倒した倒した、いや倒してない、まだか、あとはもうこれをぶち込むだけ、ぶち込めるだけぶち込め、お、これはどうやら倒した判定になったみたいですよね、えほらほら攻撃してこない、あこれは、はいはい、こうなるみたいですね、この状況でウィリアムを倒したらその場から動かなくなるみたいです、ただ視線はずっとこっちを見てくるって感じ。いやーカオスだなこれ、正直これ以上倒せる自信がないですね。まあでもちょっとどんくらい発生してるかっていうのを見に行ってみましょうか。あれか、火を消さないといけないんだ、あ火消したらどうなるのかな、ねえタイラントじゃなくてウィリアムになってるんですかね、ちょっとそこも気になる。よし火消ししましょう。こいつは喋らなくなりましたね、そして待って、焦げ目がなくなってんだけど、決めがなくなってる、このウィリアム自己修復機能を持ってるみたいですね、よいしょ、じゃあ火を消しましょうか、誰が出てくるか、誰が出てくるかすごく気になるところ、ここはタイランツでしたね、出てくるの、オッケーオッケーオッケー、お願いウィリアム守って私を、ダメだこいつも後ろに隠れられない、今隠れようって作戦だったんだけど、ウィリアムお願い守って私を、おウィリアムが守ってくれてる、私を体を張って、体を張って守ってくれてる、ありがとうウィリアム、ウィリアムナイスナイス肉壁ナイス肉壁、あー捕まった今のうちにって思ったけど捕まっちゃった、ウィリアムがね肉壁してくれますね、いやデッドバイデイライト以外で聞けるとは思う方は肉壁って言葉をね、ウィリアムはこういう風にも使えるみたいです。使い方はね 100% 誤ってますけど。あーいないですね。もしかしたらね、セーブポイントロードしたところの近くにしか、いやいた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 、こっちにもいるね。2体いる2体いる2体いる。ああゾンビが立ってる。ゾンビが立った、クララが立ったじゃん、よあ、ダメだ、ゾンビは肉壁になってくれないっぽい、やべえカオスや、カオスやこんな、まあ、あいつらのね、あいつの大きさからしてね、このドアを通過することはできないんであれなんですけど、タイラントじゃん、よしこのままタイラントとぶつけてみようか、来いよタイラント、お前に合わせたいやつがいるんだ、さあどうなるかね、パンチしてくれますかね、頑張ればさウィリアムをさ倒せるんじゃない、タイラントのパンチで、さっきみたいに肉壁のやり方でやれば、 OK ちょっと来て、合わせたい人がいるの、早くこっちこっちにおいで、さあこの先よ、この先この先に2人いるからね、ちょ待って、あーもう回避するもんがないわ、来て早く突破、オッケーオッケーオッケー、ハラボシタン、こっちにおったか、バカ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 、危ねえ、どう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 、燃えろ燃えろ燃えろ、あ引っかかってる、あれタイラントも引っかかってるね、タイラント殴るか、タイラント殴らない殴らないぞ、あー待ってたこいつ、でま、いやー終わった、オッケー来いよ、あらゾンビに変わってるわ、
やっぱゾンビと置き換えてるみたいですね。バーキンが変わっちゃった。ちょっとね、あそこじゃ戦ってくれないっぽいんで、ちょっと会場をね変更したいと思います。会場をこの下にしようと思います。さあこっち来い。はい来い。それではね、そっかこれで、ちょっとお前どけマジで。オッケーオッケーオッケー。抜けられた、抜けられたけど掴んでくっか。あでもね、即死じゃないから。はい、それではね、後ろからタイラントが入場してきました。タイラントバーサスウィリアム、さあどうなる。はいはいはい、全然相手にしないね、この人。この人全然相手にしないですね、ウィリアムさんを。つまりウィリアムの後ろに回り込む必要があるということです。いやいやいや、これおい、お前ら、おお、ウィリアム、ウィリアム率先して殴りにかかった。ウィリアムだが外れたね。おい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 、よしよし、さあさあさあ戦え戦え。 OK、 ナイスパンチ、ナイスパンチ入りました。ああ、ナイスパンチが入りましたけど、ちょっと待ってね。それでもやっぱタイラントさんは見向きもしませんね。タイラントさん、タイラントさん、この人でバトってください。そうそうそう、ウィリアム、はいはい、はい、はい、殴るの、殴るの、早くしなさい。危ない。もう、ちゃんと書く。いけ、ブンブン振るのはいいんだけど。タイラントさっき一発入れたんだけど。いけ。これは難易度高えぞ。あー、つかめ。おあっと、ウィリアム下手くそだなー、当てんの。こら、お前ら。ちゃんとやれ、ちゃんと試合しろ。おい、ナイス。タイラント、2発目入れました。頑張って、ウィリアム君に。2発目入れたけど。あ、危ねえ。おっと、ウィリアム君も頑張って。ね、鉄パイプで当てようとしますが、当たっていないところです。ほら、お前ら。あー、空振った。惜しい。空振った。今んとこね、タイラントがもうクリーンヒット入れまくってるから。このままだとタイラントが勝利になるんじゃないかなと言いたいところなんだけど、あ、やばい、これやばい。袋小路、ちょっと待って、無理だ、これ。あ、でもタイラント今一発当てた、またウィリアムに。はい、いけ。違う。ほら、あ、待って、チャンスかも。はい。ナイス、5発目ぐらい。ああ、お前、果たせ。おお、6発目かな。6発目、ウィリアム君に入れましたね。ああ、最悪、もう回復薬なし。回復薬なし。すんだ。おお、7発目入れた。だけど、ウィリアム君はピンピンしてます。危ない。すごい、無理だ。無理ゲー。あ、でも、ね、ウィリアム君も応戦してますね、タイラントに向かって。しかし、タイラントにはびくともしてない。怖い。お前、ふざけんなよ、お前ら。マジで。待とれ、ちゃんと。OK。どうや。おっと、ウィリアム君、倒れた。倒れてしまいました、ウィリアム君。はい、ね、この勝者は一応タイラントですかね。あの、自己防衛のためにね、放った銃弾プラスタイラントのパンチでね、ウィリアム君がダウンしたんで、ちょっとね、手を加えてしまったことはね、残念なんですけど、今回の勝者はタイラントさんの勝利ということにしといてください。お願いします。いや、無理だって、正直言うと。こんな。でもね、7発入れたね。頑張って、タイラント。ウィリアムに。一方、ウィリアムのは当たってなかったですね。はい。まあ、ね、こういった面白いこともできたんで、今日はここまでとしておきましょうか。はい、それではね、ウィリアム・バーキンのね、大量発生プラス、ね、ウィリアム・バーキン VS タイラントをお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またね、なんか面白いことができれば、こういう風に動画撮っていきたいと思うので、
また見てやってください。それでは最後ね、綺麗な花火を上げて終わらせましょう。バイバイ。オッケー。